すごいですね。結構人通りあるんですけどね、うん、全然見てないですね。こんな謎の動物とこんな風景の、ね、女と東京ってすごいですね。ということで、チチチチ第4回目始まりました。始まりました。今回はパチンコ会です。はい、パチ、うん、いいですね、いいですね。嬉しいか。いいですね。そうです、パチンコ会です、はい、今日ね、打ってもらいたい、決めてます。何ですか。ガロ。ガロ、あのガロ好きなんですよ、うん、僕、うんうんうん、なんでぜひあんちゃんにチチガロの推し機種。そうですね。ただ、僕もう帰ります。またそのパターンですか。僕帰ります。また2号が。わかりました。あなたと、あなたにいつも寄り添ってくれる、優しくしてくれる、優しい2号ですね。そうです、わかりました。こっちが来てくれるんで、はい、ちょっと頑張ってくださいよ。頑張ります。4戦全勝と、うん、そうだそうだ、面白い絵と、うん、面白い絵と、ちょっとエロ、ちょっとエロ、エロ、スパイスエロはいくらでもいけるじゃないですか、うん、だからちょっと面白い絵とスパイスエロをコペって。さあ、ということで、じゃあデバイスお願いしますよ。はい、ではチチチチ4回目、今日はパチンコ会でございます。チッチが言う面白いところ、ちゃんとガロ見れるんでしょうか、ポテンシャルを引き出せるんでしょうかということで、今日も4連勝目に向けて頑張っていきます。ではチチチチ第4回スタート。こっち？こっち？ちょっと顔にかぶせないでもらって。注文が多いな。目にかぶせないでもらって。おい、注文が多いよ。はい、はい、ということでね、注文の多いチッチ2号でございましたけどもちょっと、でもチッチ1号の推し機種なんだよね、これは。これ2号でも大丈夫ですか？2号正直そんなに思い入れないんですけど。あ、なるほど、なるほど、なるほど。アンジュさん的にはどうですか？いや、私もね、全然、全然とか言ったら失礼なんですけど、ガロシリーズね、結構辛い思い出が多くてね、あんまりプライベートとかでも触ることないかな。あ、相性は？相性はあんまり、あんまりでございます。現状このシャープ4を取ってる状態って、はい、まあ、シャープ1しかアップされてないじゃないですか。うん、ちょっと反響がわからなさすぎてね、怖いんですよ、チッチ2号。どう書かれてると思います？この間一緒に収録したじゃないですか。いや、でもやっぱさ、ママって呼んでんじゃねえよじゃね、やっぱ素直にそこじゃない？ママ呼びやめた方がいいですかね。ちょっと反響がまだわからないんで。なんでもいいと思うよ、本当に。じゃあもうママで行きます。ママで行こう、ママで行きます。もう貫こう。あ、でも演出はあれですね、月光の旅人とかと一緒なんだね。あ、そうですね、まあ新規演出がちょこっと入ってるぐらいで、うんうんうん、そんなに大きくは変わってないですね。チッチ2号がちょうどヒットするところ見つかってよかったですね。でもなんかチッチ剣っていうか、はい、すごい串刺し感すごいよね。そうですね、入れる側じゃなくて入れられる側、入れられてる側だもんね。そっちの趣味はないですよ、ちなみに。何の話してるの？いやいや、なんかそういうあれなのかなと思ったので。いやいやいや、まああのなんか女性をその性的搾取じゃないけど面白おかしくね、そういう対象にして見てる男子とかいるじゃないですか。はい、でもお前も入れられる場所はあんだぞっていうのは常々思ってますよ。前回は何喋ったんですか、そのシャープさん、ちゃんと。なんかね、全然結局言い出しすぎて、うん、すっごい取れ高みたいなのがないまま淡々と勝って終わっちゃうって最後北の国からの話をずっとしてた2人で。あのシーンがいいよね、このシーンがいいよねみたいな。わからんのよな、北の国からが。
アンジェさんのその北の国からが好きだとか、はい、そういったなんか古いものまでこう取り入れようっていう、例えば自分の好きなものがあったらそこ遡ってそのルーツとかその監督が影響された作品とかまでやっぱ見るからかな。一発目にハマったものって何ですか？一発目にハマったもの、あ、でも、はい、私が黒い服ばっか着てるのは、はい、メーテルですね。メーテルが喪服着ててすごい小さい時にそれを見て、はいはいはい、いや、あんちゃんも毎日黒い和洋服着たいってすごいダダこねて全身黒い服買ってもらってメーテルみたいな帽子も買ってもらって、あのモコッとしてるやつですよね。あ、そう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 、そこからスタート。だからもうずっと黒い服着続けてますね。普段そのやっぱり立花アンジェさんってなんか謎めいてるじゃないですか、まあ、見た目からしてメーテルの衣装が欲しいとか言ってるからして、その一日のルーティーンって どうなってるんですか？お仕事以外、お仕事以外の日、早めに寝て3時4時に起きて、うん、なんかそこから散歩とか行けますね。え、本当にただのお散歩です？犬のお散歩とかじゃなくて犬いない、一人で歩いて、でこの間は弥生県行った、朝から。それ弥生県が目的じゃないんですか？いやいやいや、散歩してなんかその朝ごはん食べながら、はい、おー弥生県保留じゃない？弥生県保留来た、じある、ゴーってなった。チッチ2号との相性の良さをね、出せるかな、出せるかな、ガロガガロガロ、めっちゃカチカしちゃうよこれ、やめようかなこの立体。あ、でも緑だよ、大丈夫？ディズニーですよね、ディズニー。ああああああ、もう何が起きてるかちょっとついていけてない。豪天なに、なに、チッチ券差し込む時が来たんじゃないですか？お前チッチ券太い方がいいですもんね。太い方がいい。お、チッチ映ってる？は？まさかチッチからのチッチ、え、僕のせいですか？いいな、執事とか言って。こういう生活に憧れるんですか、やっぱ女性の方？いや、そんなことないんですけど、私お風呂に入る、お風呂自体は好きなんだけど、お風呂に入るまでの腰がすごく重たいっていう。ちなみに、うん、そのまま入んないことってあるんですか？でも、まあ、あるじゃないですか、よくもう今日は、いや今日はもう限界だって日は寝ちゃったりする。正直最高何日連続あります？学生時代になんか絵を描く、はい、あの課題があって、はい、気づいたら4日間お風呂入ってなかったことあって、その時はさすがにそれはやばかった。だったらもうちょっとなんかお家作って。ないですよそんなお家とか。ちょっと盛りましょうよ。盛れます？うん、ちょっとじゃあ盛るパターンでね。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 お風呂入ってなかったんですよ4日ぐらい。そしたら一瞬騒ぎになって警察も来て、で結局実は私の匂いで騒がれてると思ったんだけど、隣の家でおばあちゃん孤独死してたんですよ。で大島テル乗ってるんで見てください。これどうですか、これ漏れてる？大盛り。ちょっと間もなく追加投資がまた、これこのままだと居残りコースですね。いや本当に今何時ですか？いやだー、居残りしたくないだってね、今日2本撮りの2本目ですから。いやそうなんですよ、帰ってポケモンしなきゃいけない今日ポケモン発売日だから出ましたねポケモン、はい、え、どっちにしました？スカーレットバル、スカーレットです。あ、スカーレット意外と多いんだな、なんでだろう。あ、保留が、保留がでっかくなっちゃった。久々にでっかくなっちゃった。
いいよ、いいよ。頑張れ、頑張れ。いいよ。え、お、え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 、こんな朝に行く？これ、ちょっと待って。なんかボケでいいよとか、どうせダメなんだろうみたいな。はいはい、赤ねみたいな、ちょっと盛り上がるのかなみたいな。ねねねねねねね、あ、赤行くんだぐらいに思ってた。かっこいい。これハラショー、ハラショー。いや、すごい楽しい。脳汁出た。美しい。ほら、ご覧チッチ綺麗だよ。あ、チッチに、ほら出てきた。おい、チッチ、ご覧、お顔出てきたよ。これラッシュも取れるのかな。あ、どうなんだろう。レインボー、いや、当たるだけですかね。八図柄だし、まあ、法則があったら乗ってるんでしょうけど、ちょっと ね、わかんない。なので、はい、かっこいい。カラー、え、わー、え、これはスイッチオン。スイッチやれってことだよ、ほら。スイッチオン。任天堂スイッチオンじゃないのよ。おめでとう。じゃあ、チッチも喜んでる。やった、チッチやった。うまい、うまい。こんなあっさり当たるんだね。いや、すっごい気持ちいい。私こういう方が好き。煽られて煽られてよりも。ドゥー。チッチプルプルしてる。チッチ、チッチめっちゃプルプルしてる。やったね、チッチ。でもレインボー保留がラッシュ突入濃厚だったら、お前どこで喜んでるんだよって言われてる。言われるけど、もういい、叩け叩け、好きなだけ叩け。お、当たってんだこっちは。当てたやつが偉いんだ。しかもこれ3000ですからね。でかい。もういいのかな。あ、ぷーん、ぷーん。はい、パチンコ楽しい。愛など俺は追いかけない。限界食パ逆エンブレム、全然わかんない、全然わかんない。逆エンブレムができたら当たるんですね。なるほど。え、ダメ？この、あ、これいいのかいいのか、よく。ステージが変わっていくまで、はい。ここがまあメインのステージですね。はい、わかりました。あ、緑だ。動いた。お、上も回ってますね。激アツで止まれ。え、これ？はい。初心者すぎる。ぬるっ。ぬるって押しましたね。シュークってなった。ビクトリー。あー、楽しいよ。親切だわ、これ。させてみたいですね。ね、見たいです。これ何ゲーム間に起きるってこと？わかんない。10ゲーム間、10回転で終わったんじゃない？見てみたい。あー、15回転ぐらいで多分終わっちゃう。おおおおお、来い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 。うん、あんな第3回のようなぬるっとした出玉では終わらせないぞ。終わらせないぞ。いや、立派に勝ってるんですけど、第3回も結構、まあ、ちゃんと勝ってるんですけど、ただ、あー、
はい、余裕。ちょろいちょろい。決めポーズいただいてもよろしいでしょうか。決めポーズ、こちらに向かって決めポーズを。あ、普通どうしたらいいんですか。あ、中二病ポーズ。じゃあいいですね、いいですね。さあここでガチャンと、はい、逆エンブレム、逆エンブレム、いけ、見たいぞ、来い。ないか。ああ、強っ。なんか全部当たり早いですよね。早いですね。やったー。いや、振りに応えてくれるんですね。あれ、まくりました。今リザルトで6500発まくりましたよね。まくりましたね、ちょうどこれぐらいで、うん、この回でまくってる。やったー。目標どうします。いや、1万発は絶対超えたい。まあでも次、まあ1回1回はね、大切にいきましょう、うん、あっ、人質事件が。イエーイ。おお、回ってる回ってる回ってる。その青保留ってことですかね。このおじいちゃん来たよ。おじいちゃん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 でしょ。おじいちゃんですよね、あの人。おじいちゃんですけど、一応お名前があるんで。いやだな、おじいちゃんがゴリゴリヒーローなんかやってたら。いいじゃん。おじいちゃんがヒーローかっこいい。お見事。ガロー好きになりました。苦手意識克服。ここで1万発突破ですね。突破です。ふう、あれ、あ、そうかそうか、必ずこれか。当たれ当たれ。まだ続いてほしい。まだ続ける。当たれ。そうだ、行け。チェチ、チェチパワー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 。終わりたくない、終わりたくない。うー、で上級魔界騎士ビクトリーボーナス5回で最初の初当たりの、あ、もう言う前に、ここですよ。これが結構肝なんですよね。ここで引き戻すと魔界チャンスの方に行くと。終わり？これどうしたらいいんですか？終わった。そういうことなんだ。ちょっとこれで流れが分かりましたかね。分かりました。あったれあったれ。ちょっと早いところで当たり欲しいですね。はい、欲しいです。いや、なんかね、毎回正直今日とかも日本撮りじゃないですか。日本撮り、確かに。なんかね、もう着てくる服がすごい悩ましくて、チチチチ視聴者の皆様にアンジュこういう服着てほしいとか、なんかチチチチの衣装みたいなのが欲しい。あー、簡単に言っちゃえば番組オリジナル T シャツみたいなとか。まあそうじゃないにしても、毎回この服で来る、毎回このゴスロリの服、毎回このメイド服で来るとか。なんかそういうのない？なんかチッチママの服、どういう服があるのか、まあ、普通のも含めて奇抜なのもなんかちょっとあげてもらえます。ママの服、ママの服、チャイナ系かメイド服か。あとはもうダルギだよ、ダルギ。ダルギって何ですか？パーカー、スウェットみたいな。そういうのも着るは着るんです。すっごい着る。普段は結構、そういうのめちゃくちゃ着る。じゃあこのチャイナ服、メイド服、ダルギの中からなんかアンケートかなんか、うん、アンケートじゃないけど、こうコメントもらいたいですね、その人。もらいたいですね。どれ見たい、見てみたい、うん、どれ着てこいよ。いや、着てきてくださいですよね。下から
してきてください。してきてください。さあそろそろ来てくれないと持ち玉も危うくなってきました。いやパチンコだからしょうがないですよね。左下にいる、骨の左下にいる長女は何かあるんですかね。これはい、動くと何かあったりするんですか。私、長女よりガノが好きなんですよね。ガって怖くないですか、柄が。でも綺麗じゃないですか。あ、まあ綺麗なガもいますけどね、うん、ガはいいですよ。ガ好き。ガはいいぞ。かわいいぞ。いいぞ。やっぱあの芋虫からね、芋虫というかまあ毛虫とかあれ系からああなるのかね。ヒッコリーホーンドデビルっていう、え、あのでっかい、これじゃ効かないかも、もっとでっかい芋虫がいてけ、はい、北アメリカ、カナダとかアラスカとかあっちの方にいるんですけど、はい、ヒッコリーってあのクルミの木につく、それがねほんとでかいんですよ。それが生でどうしても見たくて。あ、日本には絶対いない。いやほら、やっぱ虫ってなかなか動物以上にね、国に入れるの難しいじゃないですか。増えちゃったりとかがあるから、日本にはもちろんいなくて、あれ生で見たいな。それが成虫になると、成虫になるとね、すごい奇抜な 赤い色のモフモフの可愛いガになります。うわー、気持ち悪い。一回生で見てみたい。子供の手に乗せてる。こんな大きい。名前とは違い、性格も穏やからしいです。そう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 。いや、毛虫とかって、うん、なんかすごい恐れられてるじゃないですか。はい。でも毛虫のほとんどは毒ないですからね。毒がないからこそ、ああいうまがまがしい見た目にして、あ、そうそうそう、危険色みたいな色にしたりして相手を威嚇してるけど、ほとんどないです。毒があるのはイラガとか、まあ毒ガ系の一部、毒ガって名前でも毒ないガもいます。虫も詳しいんです。虫好きなんです。ガロー、まあ、あ、違うガローじゃない。ああ、刺さった。あ、でもこれ細い方ですね。細い方だ。キュー、止まれ。ゴー、八、ゴー、九、あ、十、五点、赤、うん、その保留の、その保留の期待度聞きますか。30とかですか。 40% です。あ、まあまあそうですよね。馬頑張れ、馬頑張れ。ガローケンチンチン。うわー、チンチン、やりよった。やったー。ごめんね、諦めないとか言ったけど、ちょっとダメかなって思ってた。いや、絶対お前はできる子だ。あ、チューされた、チューされた。やったー。いや、でもまだ安心できるんですよ。そう、そうなんですよね。これが、え、演出何がいいんだろう。フリーズがいいな。お、あ、ガロケン、いや、フリーズ。どうなればいいんだろう。どこでフリーズするんですかね。ね、ダメってこと。ガロー剣の方が分かりやすかったか。ガロー、ダメってこと。ぽいですね。その間にフリーズするとかだったら、そういうことか。あー、もうこれチャンスなし。昇格が最後にあるんですかね。あんのかな。2ラウンドってしょぼしょぼだよな。わー、めっちゃあっさりだ。
れ様でした。お疲れ様でした。いやーちょっと惜しかったですね。惜しかった。声ちっちゃ。聞こえて。何惜しかった？惜しかったですね。惜しかったね。まあね。はい、でまず収支をちょっと、はい、まずいきましょうか。6500玉投資でございます。流したのは0玉でございます。ということでマイナス6500玉。どうなってんの？いやなんかさ、ただのママ言われ損じゃん。ただのもうこれ。何バブちゃんプレイゾーンだよ、今日勝てなかったら。いやいや、そんなこと言わないでくださいよ。相性いいからさ、ママって呼ばせてたけどさ。次は頑張る。はい、じゃあ今回チ第4回初の黒星でございます。2号とまたね、あるのかな。いや、呼んでください。ちょっともう一回頑張るか。はいはい、ということでまたね、2号とのタッグでも頑張っていこうと思いますので、どうか高評価などなど、そして優しい慰めのコメントなどいただけると幸いでございます。では今回の第4回黒星ですが、第5回に向けてまた頑張っていきますので、皆様引き続きよろしくお願いいたします。じゃあねー、バイバーイ。